皆さんこんにちは、ショコラです。今回はメルカリでオーダーメイドをして作っていただいたペンケースの、レビューをしていきたいと思います。手元に届いてまだ 2,3 日しか経ってないんですが、ツイッターでレビューをしてほしいという意見が何件かあったので、購入を考えている人の参考になればなと思い、今回はレビューをしていきます。今回紹介するのはメルカリでレザークラフトをやってらっしゃるチャクラさんという方から購入したハンドメイドのペンケースになります。この方はペンケース以外にも財布やスマホケースなど数種類の化学物を制作している方です。舗装の丁寧さや購入ありがとうございましたというような紙が同封されていたり、いろいろなオーダーにも応えてくださるので非常に親切さを感じ、とても満足する取引ができました。それではまず素材のお話をしていきます。外側の大部分を占めているのはイタリアのイルポンデという会社のフェーブロレザーです。浅くスクラッチ加工がされており、ゲバ加工も施されているのでザラついた印象があります。特徴としては他の革より時間をかけてオイルを染み込ませているので、オイルが抜けにくかったり色やツヤも出やすく、 また、傷も目立ちにくかったりします。で、ファスナーの部分は YKK 製でできているので開閉がスムーズです。内側も同じくペーブロレザーが使用されていて、色の違いぐらいに大した差はないのかなというふうに思います。オーダーは革の種類やファスナーの色、ステッチ、糸の色や内装など仕様を変更できるので、かなりいろんな変性ができるので自由度は非常に高いのかなというふうに思います。次に容量のお話をしていきます。ペンホルダーにはだいたい太軸のペンが4本ほど収納できます。またペンホルダーとポケットの間の小さいスペースには細いペンが1本収納することができます。なのでだいたい5本前後ペンを収納することができます。ポケットは16センチ余裕が入るのですが入ります。なのでハコアの定規やトラベラーズカンパニーのプラス定規、ステッドラーのアクリル定規や、皆さん使っていると思うんですが緑のアルミアンドウッド定規なんかも入るので、この点はいいかなと思います。ただ浅くポケットが作られているのでシャーシンケースを入れると少しふっくらしてしまって不格好になります。決してシャーシンケースが入らないというわけではないんですが、ファスナーの開閉や何かしらの影響が出るという恐れはあります。またこのペンの下の部分、消しゴムを置いていた部分なんですが、ここにはですね新品の無印良品の消しゴムぐらいの大きさのものなら入れることができます。他にも、緑の修正テープぐらいの大きさであれば全然収納することはできます。次に自分は持っていないんですが分かる範囲でソットのものと比較をしていきます。ソットのものは縦が 65mm、 横 170mm、 厚さ 20mm というサイズになっています。それに対してこちらは縦 60mm、 横 182mm、 厚さ 20mm となっています。厚さは同じで縦が 5mm 違い、横が 1.2cm サイズ感が違います。なんですが大した差はないので、持った感じや使用感には大して差はないのかなというふうに思います。見た目とかもさほど変わらないと思います。次に内ポケットです。ソットの内ポケットには高周織物というものが使われています。ですがこちらハンドメイド品ですので普通の革の裏地が使用されています。次に自分が気になった点としては、ソットのものは糸が細く目立ちすぎない糸が使われていますが、このペンケースは糸が太く糸の主張が強いのでほつれが気になります。例えばこの墨の部分、糸がほつれそうになっているので細かい点で見ていくとソットのものに劣るのかなと思います。他の部分で見ていくとさほど差はないように感じます。最後に余談なんですが、革工房真にも似たようなオーダーを承っているペンケースがあります。しかしそちらはかなり高くついてしまうのですが、こちらのペンケースはオーダーの内容にもよりますが比較的安く買えるので、
コストパフォーマンスがいいというのも利点です。それに加え自分がオーダーを頼んで手元に届くまでがちょうど1週間だったので、個人差はあるかもしれませんが、こういう面ではかなりおすすめです。こんな感じでペンケースの紹介を終わりたいと思います。また何かあればツイートしようと思うので、ツイッターの方フォローお願いします。高評価チャンネル登録していただけると励みになるので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。